なんとかやったか。今のが私たちから生まれた怪物。でも今のって、力も姿もひどく特別だったが、シャドウであるように見えた。その通りです。どういうことだよ、おかしいだろそれ。ペルソナ使いはシャドウを倒す側だろ。何を言ってるんです。まさか知らずに戦ってたんですか。ペルソナとシャドウは同じものですよ。同じだから倒せるんじゃないですか。あなたたち、もしかしてシャドウを単なる謎の怪物と思ってたんですか。シャドウは誰もが持つ精神の下半分、抑圧下の部分が実体を得たもの。自分の暗部を見つめる力がゼロになった時、制御を離れて外へ迷い出るんです。でも稀に自分のシャドウを自覚的に飼いならせる特別な素養を持った人間もいる。それがペルソナ使いです。要はペルソナもシャドウも単に呼び方の問題ってことかよ。私や姉さんが作られたってことは、その辺のことを理解してる人がいるはずじゃないんですか。そういう者たちは皆命を落とした。それじゃあ全ての原因は私たちのペルソナだったっていうことなの。シャドウの力は時間や空間にさえ影響する。あなたたち自身の無意識の思いがペルソナを通じて実現されてしまったんです。このまま時が過ぎることを納得できない。大事なものを失った今を認めたくない。だから望み通り時は進まなくなって、思い出の場所から出られなくなった。そういうことです。自分で自分を閉じ込めてたってわけですか。笑っちゃうな。だが原因が何だったにしろ、そいつは倒した。俺たちは勝ったんだ。これでもう解決のはずだろう。ええ、確かに。もしかすると寮へ戻ったらもう外へ出られるのかも。わっと、なんだこれ、いつの間に。これは鍵。きっとその鍵で出られます。そしてあなたたちが外へ出れば、時の狭間も自然と消えるでしょう。ようやくって感じね。もうほんとよかった。また一年がかりとかじゃなくて。でも鍵、八つもありますよ。それはもともと原因があなたたち全員だからです。八つ全てを合わせないと多分扉は開きません。心の力が一つに集うとき、いかなる扉も開かれる。あの言葉。まあとにかく俺らが揃ってりゃ開くんだろう。よし、早速外出てみようぜ。開けんのって普通に寮の玄関でいいんだよな。それかまたはもう一つ、閉ざされている扉の中でたった一つ外へ通じていない扉、玄関かあの扉かどちらかです。外へ通じていない扉。それもしかして彼の部屋のドアのこと。誰かが鍵かけたのかなって思ってたけど。あの扉は今までくぐってきた過去への扉と同じ感じがします。それと玄関との二択とはどういうことだ。そういうことなら鍵で開けたところで過去へ通じてしまうんじゃないのか。そうですよ。だから玄関から出れば現在へ、
その扉から出れば過去へ出られます。過去へって、え？過去の世界ですよ。実際に何度も体験したでしょ。今回は扉を出た後に時の狭間が消えるから、正真正銘本物の過去へ戻れます。確かなのか？嘘をついたって仕方ないでしょ。どうしても信用できないなら普通に玄関から出たらどうですか？今を認めるか、それとも本当に捨てるか、最後に選べということか。あなたはどうしたいの？私は姉さんと同じならどっちでもいいです。っていうか、これでやっと姉さんを良くない運命から助けられる。他のことは正直私にはどうでもいいです。良くない運命？姉さんはどっちにするんですか？私は、とにかく一旦寮に戻んね。んな大事なことをこんなとこで立ち話じゃなくてもさ。そうだな。なんか地割れみたいの起きてんぞ。まずい、不安定化が始まってる。まだあと少しは持つと思いますが、悠長にはしてられませんよ。断層が扉に及んだら鍵があっても出られなくなるかも。難問が持ち上がったそばからこれだ。どうする？みんな、てか過去に戻るなんて本気で考えちゃってたりする？僕思ったんですけど、先輩たちはあの人が死んだ原因って何だったって思ってます？病院で調べても原因は不明だったんでしょ。それはやっぱりあの人は奇跡を起こしたことで力を使い果たしたんだと思います。つまり僕たちは命と引き換えに救われたんですよ。なのにそうまでしてもらったことを勝手に帳消しにするのっていいのかな？天田くん。俺も天田と同意見だ。死を覚悟するってのがどれだけのことか、俺たちは嫌ってほど味わったはずだ。その決意と残されたもの、それを一時の気持ちでなかったことにしていいはずがない。納得できなくても腹をくくって今を受け入れるべきだ。ゆかり、君はどうだ？ゆかりっちも今派だよな。昔のこと話してもしょうがないって何度も言ってたしな。私過去に戻りたい。最後の決戦の前に戻れたらって思う。守ってくれた彼のためを思ったら、私絶対前だけ見てなきゃって。だから急に予備校行ったり、友達と無駄な時間過ごすの減らしたりしてたの。でも私やっぱり自分に嘘つけない。彼がいなくならない選択肢があるなら避けて通れない。ゆかり、それはつまり自分には受け止める力がないと認めるってことだ。あれだけの1年間を過ごしてお前は自分との勝負に負けて終わりか？そっち
こそ綺麗事なんじゃないですか。心から大事なら純粋に救おうって思うのが本当でしょ。過去をやり直せるんですよ。こんなチャンス手放すなんて先輩こそ本気なの。じゃあ聞くな、お前はもし俺がお前の父親の死を帳消しにしたいと言ったら同意するのか。シンジやミキの死が帳消しになるとしたって俺は断固拒否する。無駄な過去なんてない。それ以外は全て言い訳だ。ちょっとさっきから死がどうなって、もしかして奇跡を起こしたっていうその人、ただいなくなったんじゃなくて死んだの？君の言う通りだ。彼はもうこの世にいない。そんな、どうしてもっと早く言ってくれなかったの？どうしてって、君は会ったこともないだろう。それよりみんなの意見はどうなの？俺もあいつが死ぬ前に行けたらって思うと気持ち揺れるけど、でも真田先輩の言ってることもすっげえわかる。ただ俺はあの決戦の前に戻るなんて、なんつうか単純に怖くてできない。何よそれ。自分が死ぬのは嫌だけど彼が死ぬのはありって、そういうこと？そうは言ってねえよ。つかゆかりっちこそ分かってんのかよ。決戦の前に戻るってことは、あのニュクスともう一遍戦うってことなんだぜ。もし勝てなかったらとか考えないのかよ。一緒じゃないの。結局は怖いって話でしょ。っていうか真田先輩たちも結局は純平と同じじゃないんですか。正論っぽいこと並べて、要は自分が可愛いってだけなんじゃないの。何？言いがかりです、そんなの。こんな話し続けてても全員が納得するなんてありえないですよね。お互いに譲れないならもう別の方法しかないんじゃない？別の方法って、ゆかりちゃん、まさか。奪い取って8つ集める、そういうことでもいいんでしょう。確かに8つを合わせれば真の鍵になるというだけ、持ち主の合意とは無関係です。もし本当に戦うなら、私は姉さんを全力で守りますよ。鍵はそれぞれの心の力。今の姉さんがそれを奪われたら命を落とすかもしれないですから。それはどういうことだ。みんな自分がどうしたいかばっかり。前に姉さんと同じ力を持ってた人は原因不明で死んだんでしょ。姉さんだってそうなるかもって、なんで誰も思わないんですか。私、姉さんを守りたくて来たのに、自分で。今度こそ絶対に守ってみせるから。メティス、アイギスさん自身は鍵どう使えばいいって思ってるの？私は過去と現在のどっちが貴重かなんて、そんなことすぐには。また逃げるんだ。そうやってあの日彼のお別れに一人だけ来なかったみたいに。あんたは生きてる彼の最後の言葉を聞けて、その時に約束までして、なのに逃げてる。そのあんたにどうして同じ力を引き継ぐ資格があるの？私悪いけど今のアイギスにだけは負けられない。ゆかりちゃん、本当に戦うの？
大切な人の命をめぐる問題だ。秋彦と怒りの隔たりは妥協で埋まったりしない。なら、アイギスの意見がどうだろうと、もう戦うしかないだろう。私には一つ心に決めたことがある。それに準じて私はゆかりの味方をさせてもらう。先輩、竹葉の味方ってお前本気なのか。すっかり覚悟は決まってる顔だな。いいだ。決まりですね。なら、あなたたちをこの戦いにふさわしい場所へ案内します。あそこなら決着から逃げられない。
他のみんなはどこ？大丈夫。それぞれに分かれて別の場所に控えています。正面に大きな扉が見えるでしょ。あれを開くと闘技場のようになっていて、そこで戦うことになります。もちろん目的はそれぞれの鍵ですから、命まで奪う必要はありません。でも真剣勝負である以上、負ければ代償を伴いますけど。姉さん、聞いてますか？どうしても避けられないの？姉さんも鍵を持ってる以上、向こうがその気なら仕方ないですよ。仲間は傷つけないってあなたとは最初に。約束はもちろん忘れてません。でも姉さんの命に関わることでしょ。私絶対守ります、姉さんのこと。ここ実は私が目覚めた場所なんです。なんでこんな場所なのかなって不思議に思ってました、こういうことになるまでは。でも今はこれが私のやるべきことだったのかなって、そんな気もしてます。うまく言えないですけど。これは。あなたはここで目を覚ましたの？なるほどな。確かにこういうことの決着にはふさわしそうな場所だ。気分的にはミツルの組と最初にやりたかったが仕方ない。アイギス、真田先輩。ウカさん。彼女は中立に両方をバックアップする、そういうことで構いませんか？両方に協力して戦いを煽るなんて、そんなの私受けられない。でもあなたの能力の場合、これから戦うってのに気遣いなんて無用だ。決めあぐねてるなら山岸はアイギスの側につけばいい。そっちは命がかかってるかもしれないんだろ。バックアップぐらいはちょうどのハンデだ。真田先輩、早くしろ。アイギスさんはもし鍵を手に入れたらどうしたいか決めたの？私は戦うなんて。悪いが、どうしたいのかも決まっていないお前に負けるつもりはない。こちらの意地が勝るか勝負だ。迷ってたら大怪我しますよ。そんなこと誰も喜ばないのに。
ざやりますね。カイサル、狙いもある。手加減なしだ。行きます。止まって見えるぜ。真田さん、天田さん、これは私、言いましたよね。負けたら相応の代償を伴うって。
二人は死んだわけじゃないです。でも真の鍵が生まれるまで元には戻りません。これでもう姉さんは戦うことを避けられない。そんな、こうなることを知ってて、だからここへ連れてきたの？一体どういうつもりなの？これが多分私のやるべきことだから。火が燃え尽きてしまったら、鍵が生まれても元に戻れなくなります。早くしないと、姉さん。姉さんなんてもう呼ばないで。私のこと嫌いになっちゃった。でもね、私はやめないです。絶対姉さんを守ってみせますから。